皆さんこんにちは。ゆるインク沖縄の時間です。私パーソナリティのトーマと申します。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、チェックしてみてください。また、ツイキャスはツイッターも連動しておりますので、たくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。また、スマホで聞く場合は、リッスンラジオというアプリがありますので、そちらをダウンロードして、FM ギノワンを探してお楽しみください。それでは、この後5時までお付き合いください。一旦 CM を挟みまして、始めていきたいと思います。それでは一旦 CM です。虹だと思ってたって。え？あれ、虹と思ってたって。あ、配信スタートした。じゃあこの CM 終わったら行きますね。はいはい、行きます。はいはい、ゆりんく沖縄をお送りしております。この番組は、私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。はい、ということで今週も始まりましたゆりんく沖縄です。今日はですね、2月20日の放送をですね、ちょっと収録放送なのですがね、お届けしたいと思います。ですね、ちょっと、今日はですね、まあ今日はって言っても今収録してるので今1月の23日なんですけどね、なんかまた冷えてきて、うん、ねえ、これが流れてる2月20日はまたどんな天気なんでしょうね、うん、2月3月は、ま、一番冷え込むからね、まあ、今より寒いかもしれないですね。さあ、今回の今週のね、ゆりんく沖縄、前回まではですね、結構考え方の話を中心にお届けしたんですね。ですね、まあ今回ですね、考え方といっても、そのなんていうかな、前回前々回はですね、ちょっといろんな問題が人生で起きたりしますけど、自分には関係ないと言いますかね、原因は人のせいだと、誰かのせいだ、社会のせいだじゃないけど、この自分の外に原因を置こうとするとね、まあなかなか
解決しないんだよって話をしたんですね。原因を自分の中で探さないと人間って思考が止まってしまうし、まあ、僕が経営改善していた時の、経験談とかそういったのも交えながらですね、自分の中に原因を探してですね、何か物事に対処したら、どういう変化が起きたとかね、すごいいい変化が起きていくんですけど、そういうことをお話ししていきましたね。そしてまたこうやってね、考え方の話って人生でとっても大事なんですけど、でもなかなかね、考え方の種類といいますかね、そういったのってなかなか勉強する機会がないと思いません？なんかね、ポジティブ思考とかネガティブ思考とかそれぐらいじゃないですかね、普通。考え方について何かね、分けるとしたらね。でも考え方って本当にいろんなそのベクトルと言いますかね、いろんな考え方があるもので、すごく未来を見てる人もいれば、すごく過去を見てる人もいて、そしてまあ何て言いますかね、保守的というか、ちょっと固まった考え方もいるし、自分の考え方がどんどん変化することにね、ブレーキをかけない人もいるんですね。で、こういった考え方を分けるのって実はね、その考え方そのものというかね、性格でもなくてね、やり方みたいなのがあってね、どんどん自分を変えてですね、より良くしていきたいなと思ったらですね、警戒心を持っていてはなかなか人間って変化できないものになっているんですね。何かやるにあたって、例えば失敗するのが怖いとか、リスクが大きいからやらないとか、そういった方向にちょっとフォーカスしていくと、じゃあ何もやらない方が一番安全だっていうのが実は正解になっちゃうんですね。ところが変化っていうのは冒険みたいなもので、ある種リスクがあって当たり前みたいな面もあるんですね。なので自分の人生とか、その例えばいろんなトラブルが多いなとか、なかなかその停滞したような人生から抜けられないなとか、なんかガラッと変えたいんだけどなって思ってる人はですね、警戒心とかではなくて好奇心を持つと、すごく変わっていくんですね。好奇心っていうのはまさに僕の感覚では命の源ぐらいの大きな意味があるんですね。で、好奇心がないと冒険なんかするはずないし、海外旅行とかももしかしたらね、好奇心を満たす行動かもしれませんね。こうやってね、実は思考の前に心の持ち方で考え方も変わってくるっていう面もあるので、本当にね、心とか考え方とかもう切っても切り離せないし、なんていうかな、すごく複雑なんだけど、こういうのを紐解いていくとね、すごい面白い、なんていうかな、自分をうまくコントロールして、自分自身をコントロールしてね、自分の人生を開いていける、そういうパワフルな力があると思いますね。それでね、僕がよく言うんですけど、やっぱり人生はですね、考え方と行動の掛け算、その結果が今出てるんだとよく言うんですね。今自分が置かれてる状況というのはですね、やっぱり自分で許可したものだったりするんですね。自分が自分の選択ですよね。自分はここにいようと決めた、職場でも、家庭でも、例えばコミュニティ内の自分の立ち位置でも、
まあ、それでね、なんていうかな、コミュニティの自分の立ち位置っていうものに本当は不満なんだけど、ここにしか仲間がいないからなとか思って、そのコミュニティにずっとね居座ると大変心の健康に良くないので、本当は出た方がいいんだけど、まあ、そうやってね、でもそうやってそこに留まってるのも本当は自分の決断なんですよっていうことがあるんですね。まあ、なので考え方と行動、僕はまあさ今決断って言いましたけど、まあその考え方と行動というものはとっても大事なんだよって言うんだけど、まあ、でもね、人間ってそうは分かってても無意識に落ちる落とし穴みたいなのがあるんですね。それはね、思い込みというやつですね。実はこの思い込みっていうのはね、もう自分では気がつかないぐらいの本当に厄介なもので、すごく本能的なものなんですよ。そうだな、例えばなんですけど、何かの物事についてそれをどう捉えてどう評価してどう考えるかっていうのは本当は無数に切り口があるはずですよね。例えば対人関係とかで、この人はいい人だ、この人は悪い人だと、自分に合う自分に合わないとかだけじゃなくて、この人のいいところはこういうところこういうところこういうところって並べることもできるけど、でも時にはでもこの場こういう時になるとこの人はちょっと良くない面も出るよねって言って、もっと本当は細かく見れたりもするし、でもね、このレッテル貼りといいますかね、あこの人いい人だなと思ったらなんか全部いい人に全部いいよく見えるんだよね。いやこれって本当は錯覚なんだけど、いい人っていうのは存在しないんですね。悪い人も存在するかもしれんけど一概には本当は言えないんですよね。いいところが見えてるだけ、悪いところが見えやすいだけとかね、いいところ悪いところいっぱい持ってるのが人間のはずなんですよね。だから本当はいいところも悪いところも受け入れるのが、まあ器の大きい考え方かもしれないけど、でも人はなかなかそういう錯覚に陥ってね、大まかにざっくり物事を見たりするんですね。でもそれが悪いわけではなくて、それはね、すごく合理的なやり方だから別に悪いとかではないんですけど、ただ自分が錯覚起こしてるなとかそういったのに気がつかないと他の考え方ができなくなるから、ちょっとその点では危険なことだよねっていうことなんですね。ということでね、まあ、今週の、まあ、本題なんですけど、今週のテーマはですね、まあ、フラットメンタルと称して、いるんですが、まあ、フラットメンタルって言って、まあ、気持ちを穏やかにね、上がりすぎず下がりすぎずね、安定した気持ちで生きようじゃないかと思って僕はフラットメンタルっていう言葉を勝手に使ってるんですけど、その中でね、よりよく考えるっていうテーマで今日はお届けしていきたいと思います。さて、本題なんですが、僕たちはね、何か考えるときとかね、何か物事を受け入れるとき、それぞれ自分が持ってる色眼鏡って言いますかね、思い込みみたいなものを通して物事を見ていくんですね。それが心理学とかではバイアスって言われるんですね。まあ呼び方はいろいろあると思いますね。思考の癖とかバイアスとか認知の歪みとか言いますね。今日はね、ちょっと紹介したいのがいろいろあって、ちょっと紹介しきれないと思うんで、また来週も続き喋ると思うんですが、認知の歪みというものが今日の主なテーマになっております。それはね、どういうことかというとね、この認知の歪みっていうのは、まあ専門用語みたいなものなんですね。アメリカの学者だったかな、まあ人がね、何か物事を見て、その認知、まあ
感覚、なんて言いますかね、それを評価してキャッチしていくわけですけど、その時に自分のフィルターを通す時にですね、まあなんて言いますかね、偏ったフィルター、偏見とか言われますよね。そういったものを通すと、なかなか現実とは違う現実が自分の中で形作られるんですね。なのでそれをね、認知の歪みって言ったりするんですけど、この認知の歪みっていうのはね、いっぱい種類がありまして、有名なものはね、10種類あるんですね。これはね、なんかアメリカの医学博士のアーロン・ベックさんという人がね、提唱したそうですね。まあまあ、そのね、認知の歪みを今日は紹介していこうと思います。まあ、冒頭でも申し上げたんですが、考え方と行動の掛け算で自分の人生が作られていくわけですけど、それで考え方がね、まあちょっと偏りが強かったりすると、なかなかね、自分で改善するのが難しかったりするし、で何か変な決断下しても、なんでそうなったか自分でわからないわけですよね。なので知識として、この認知の癖みたいなものを知っておくだけで、人間変わるきっかけができるわけですね。なのでそれを紹介していきますね。まず、いっぱいあるんですよ。そうだな、1から10まで説明するよりね、ちょっと分かりやすいものをまず紹介しましょうかね。あ、これなんかいいな。認知の歪みっていうので、この10個ある中の一つに結論の飛躍と呼ばれるものがあります。結論の飛躍、はい。まあ突拍子もない結論を出すっていう意味になりますけど、結論の飛躍っていうのは、まあ、事実とは異なる、でしかも悲観的な結論に飛躍してしまう、考え方となってますね。悲観的な結論に飛躍する、どういうことかというと、大きく分けて2つあるのかな。ちょっとまあ、紹介しましょうね。この結論の飛躍に、まず一つの例として、心の読みすぎと呼ばれるものがあります。それどういうことかというと、例えば街を歩いてるときに、たまたま知人が、まあ、目の前を通り過ぎていったと。すごく近い距離を歩いていったんだけど、たまたま知人がこうやって通り過ぎていったんだけど、挨拶しないで自分の前を通り過ぎていったと。そしたら、私嫌われてるのかしらとか、なんていうのかな、避けられたのかしらとか、なんかね、嫌われてるに違いないみたいな感じで、ちょっとね、ネガティブなね、読みをしたりするんですね。これはなんていうかな、こういう認知の歪みっていうのは、みんな多かれ少なかれ持ってるので、こういうのに心当たりのある人も多いと思いますね。これって正直、その知人がね、例えばその今あるじゃないですか、線のないイヤホンみたいなのが、あれで何か YouTube 聞きながら歩いてて、周りの声とかで周囲のなんか人とかもう全然目に入ってなくて、ぼーっとして歩いていたかもしれないよね。もしそうなら、自分を嫌ってる嫌ってないとか、そんな話じゃないわけですよ。まあでも、あといろんなこと考えられますよね。まあ単にぼーっとして歩いてた、単にこっちに気づかなかった、コンタクト入れてなかった、もう本当にいろんなことを考えられるんだけど、この事象に遭遇してしまった人はね、嫌われてるのかなって言って、ちょっと
まあ心がモヤモヤするわけです。重たくなるわけですね。こうやってね、これ結論の飛躍の、一つの種類なんですけど、事実とは異なる悲観的な結論に飛躍してしまう思考っていうんですね。だからこれね、こうやって心理学でこういうパターンがあるんだよって知らなかったら、どうでしょうかね。こういうことが起きた時に自分の感情に振り回されそうじゃないですか。なんかよくあることとはいえ、やっぱり人間って自分がどう思われてるんだろうとか、人には嫌われたくないなって、そういう思い込み、そういう、気持ちがやっぱ強いのが普通、多いのでね、こうやって何気ない、そのちょっとショックなこととかが起きたら、すごく自分の感情に振り回される人も多いと思いますね。僕もね、結構ナイーブなところがあるんで、本当にね、ちょっとした些細なことで胸の中がね、ドロ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 と、すごく何か黒いものが渦巻いて、それがもうしばらくもうずっと続くとかね、あるんですよ。でもね、これって別に事実とは違うわけですね。本当に無視されたんだったらいいんですけど、単なる自分の勘違いっていうことも多いわけですよ。で、勘違いなのに事実かのようにストレス溜めたりするんですね。こうなるとね、すごく苦しいわけですよ。こういうね、人間の反応の仕方、勝手にこういう思考に陥るのを、結論の飛躍と言いますね。そして結論の飛躍のね、もう一つ、事例がありましてね、これはね、先読みの誤りって書いてありますね。先読みってね、つまり先を見通す、先を想像するっていうことですけどね、これがね、誤った方面に未来を見通そうとすることですね。どういうことかというと、先のことを、未来のことですね、先のことをね、絶対に事態は悪くなってしまうって決めつけることなんですよ。つまり私の未来は悪いに違いないって思い込んでしまうっていうことですね。認知の歪みっていうのはただの、偏見、色眼鏡、単なるね、思い込みなんですけどね、本当事実と関係ないんですよね。この先読みの誤り、私の未来はね、絶対に悪くなるとか、事態は絶対悪化するって決めつけてしまう。例えばこれもね、思い当たること多い、思い当たる人多いと思うんですね。例えば、治療してもどうせ治らないって思ったり、どうせ私は孤独だって思ったり、この先も幸せな人生送れるはずがないと決めつけてしまうということなんですね。これってね、正直言って、心が重たい時ってついこんな考え方になったりしません？孤独だとかさ、俺うまくいかないはずとか、元気な時はそう思わないんだけど、心が元気じゃない時は落ち込んで勝手に悲観してるみたいな。でもこれってその人の考え方が悪いとかそういうんじゃなくて、本当に考え方、人類共通のその錯覚みたいなもんなんですよ。ついそうやってこの先のことが悪いに違いないって思ってしまう時がある。それだけのことなんですね。さっきも言ったんですけどね、こういうね、心理学的なそのパターン、こういったものがあるって知らないと、例えば
あ、自分はこれからもうずっと一人なんだろうな、孤独なんだろうなって思ったら、その感情にすごく振り回されると思いますね。この自分の心イコール自分自身と思ってしまうわけですよ。でもね、自分の心っていうのは自分自身でも思い通りにならないものです、もともと。だから例えばなんていうのかな、心と考え方ってつながってるし、また自分の体、自分の健康、自分の体調と心もまたつながってるから、例えばそうだな、恋人と別れたりしてしばらくなんとなく辛い気持ちが続いてる、そんな中でインフルエンザにかかって実家からも離れて一人暮らししてると、そういう場合があったとしますね、もしも。そしたらもう40度近い熱出してこう寝込んでる時に、なんか悲観的になるじゃないですか、自然と。ああ、俺もうこの先不安だなとか悲しいことばっかり起こるなとか、つい思ってしまうと思うんですね。これもうみんなそうかもしれないですよね。そういう人多いと思います。ところがこれって錯覚の一つなんだよっていうことを知識として知ってないと、どうでしょうかね、もうこれこの暗い感情に溺れてしまいますよね。もうこれからも一人なんだわみたいな。なのでね、ちょっと少し紹介しましたけど、こうやってなんかね、現実的ではない思い込みとか、ちょっと事実には合ってない、その何て言いますかね、この結論を自分の心が出してしまう時があるわけですね。でもそれはその人が悪いわけではなく、そういう心が勝手に錯覚することがあるっていうことを知らないっていうだけなんですね。まあ、だからまずは知っておくことが大事だと思いますね。これを分かっておいたら、分かっておいたらね、例えばこう思うんじゃないかな。さっきの一人で、例えばインフルエンザでこの病に伏せてるという時に心が勝手に悲しくなるとしますよね。何も知らないとその悲しいっていう気持ちに溺れてしまうんですけど、こういう認知の歪みとか、その心が勝手に起こす錯覚とか分かっていたら、あ、自分は普段は心も健康なんだけど、今は体が辛いから勝手に心も辛いって勘違いしてるんだ、だからこんなこと考えるんだなとか、体が弱ってるから心も、まあ、弱った感じで考えてるんだとか、今が一人だからといって明日明後日来週1ヶ月後2ヶ月後ずっと一人とは限らない、いい出会いがあるはずなのに、あるに決まってるのに、あるかもしれないのに、なんでこんなにって悲しく考えるのかなってさ、なんか自分で自分の心を切り替えることができますよね。そういうね、切り替えができるっていうのはすごく大事ですね。でそのためにもこうやってね、なんて言いますかね、心の錯覚の種類っていうのかな、この認知の歪みって言われるね、こういう事例を知っておくと、まあ、なんか自分でね、自分を切り替えることができる。なのでこういう心の勉強って僕はまあ大事だと思いますね。それじゃあ、続いていきましょうか。認知の歪みの中でね、善か無かっていう考え方があります。これもうちょっといい訳し方があると思うんだけど、まあ、オール・オア・ナッシングみたいに言われますよね。善か無か、はい、さあこれはどういう歪みかというとね、善か無かという思想は物事を白か黒かで考える極端な思考のことです。
白黒思考とも呼ばれ、完全主義がベースになっていますっていうふうに、ちょっとネットで紹介されてますね。これは本当完璧主義の人陥るんじゃないかなと思います。まあ各有僕もそうだったんですけどね。これはどういうことかというと、まあ大体わかると思います。白か黒かっていうのは本当はねめちゃくちゃ極端な考え方なんですよ。で極端って言ってもねよくあることで、正しいか間違ってるかで判断したり、いいか悪いかとか、あの二分化してね二者択一で物事を考えるんですよ。これってね本当は考え方としてはめちゃくちゃ大雑把に考えてて、結構ねあのその事実、その目の前の人や目の前の物事とは結構違うというかね、あの正しくねあの認識できないんですよね。初めの方でね、人っていい人悪い人っていうのはいなくて、本当はあの僕と会ってる時にいい面が出てるっていうだけかもしれない。僕に見せないところで悪いところも持ってるかもしれない。でも人間ってそういうものじゃないですか。自分自身にだっていい面もあるし悪い面もある。で嫌だなと思う人にだって友達はいっぱいいたりするとかね。そうやってね人ってね白か黒か一種類二種類で、あのその判断できないものですよね。でもそれをねあのちょっとね A か B かみたいな感じでね、あの善か無か、白か黒かってね、あの極端な分け方をする考え方ですね。さてこの考え方が強いとね結構完璧主義がこじれてまあ事例としてはそうだな、一回でも失敗したら全部台無しだって思ったり、例えば受験戦争とかね、戦っている中で、失敗したとします。受験失敗したと、そしたら何もかもが意味ないと思ってしまう。まあこういうことを陥ったりするんじゃないですかね。これって本当はねもう行き過ぎた完璧主義であって、正しい間違い、勝ちか負けか、成功か失敗か、はっきり言ってそれだけで判断するっていうのはもうなんていうかな、とってもあの現実をちゃんと捉えきれてないと思うんですね。失敗したら何もかも意味がないってね、まあ、本当はそんなことないわけですよね。振り返ってみたらあの時の努力が今生きてるなとか、そうやってね、自分の中に蓄積されてる何かがあるはずだし、何か間違えたら全ておしまいっていうんじゃなくて、間違えたところだけ直せないかなとか、そんな考え方してもいいはずなんですよね。またこうやってねちょっとまあ完璧主義というかちょっと潔癖っていうのかな、潔癖っぽい考え方してるとやり直そうとかね、人生はいつでもやり直せるっていうような楽観的な考え方ができなくなっちゃうんだよね。まあ、なのでこういう二者択一みたいな考え方するととっても苦しくなっちゃうんじゃないかなと思います。これが認知の歪みの善か無かという考え方ですね。これに陥ってると小さな失敗で大きな挫折感を感じてしまったりねしますね。あとはねこれ完璧主義とも言えるので、これってね自分自身だけじゃなくて人にも求めたりするんですね。つまり自分の人生、自分の生き方でこういう白か黒か、善か無か、オールアナシング、
これで生きるのは別に、まあ、まだいいんだけど、人にも当てはめたりするわけですよ。自分の考え方っていうのは、あの自分以外の人をこう評価するときにも使われますから。なので、あの人はあれで失敗した、だからダメよねとかあのまたね、あのなんていうかな、あの一つの、あの側面を見て、それで全体を評価するっていうことにもなるので、だから人の一部分を切り取ってね、まあ、それが良くなかったとしたら全部が良くないみたいなねそういう、レッテルの貼り方、あのしてしまいがちだと思うんでね、まあ、これもね、あの人と、あの関わるときにトラブルになったり、人間関係の構築に失敗というか、まあ健全な形にはならなかったりね、するんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、認知の歪みをね、今紹介しましたが、一旦 CM を挟みまして、また交換をお届けしていきたいと思います。それでは一旦 CM です。トマさんってアフィリエイトって言ったことあります？はいはい、ありますよあ、やってます？今やり始めようかなと思って。ね、結構やりました、期間的に。だいぶやった。あ、だいぶやった。一時、1日数千円とか言ったけど、ダメなんだ。なんかね、難しいですよね、商品。何でやります？ブログ？ですね、うん、インスタ。あー、ストーリーズで。はい。あ、いいんじゃないですか。やろうかなと。ブログ書いてないので、うん、インスタフリーでやろうか。最初アマゾンも悩んでるんですけど、アマゾンアフィリエイト？そうそうそう、アマゾン使う人用の、うん、と思ったけど、インスタの方がいいかなと思って。ちょっと難しいね。うん、僕アフィリエイトいろいろやってみた結果思ったのは、はい、自分で商品持つとするじゃないですか、はい、例えばこうやって心理学のものを自分なりにまとめたり、なんか一つのさ、レポート作ったりして、これ500円で売りますみたいな。うん、こうやって例えば自分でもし商品持ったら、あの広告かけた方が早くなっちゃうから。へー。あの Facebook 広告とか、はいはいはい、まあ、もちろん500円ではあの引き合わないかもしれない、なんかね、いや、あの僕はちょっとね、地道にコツ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 ずっとアフィリのために何かやるってできなかった。あ、そこまで時間割くあれかな、今やってないですか？あ、今やってない。苦しかったからね。大変です。じゃあこの CM あったら行けますね。あ、了解です。ゆりんく沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組は YouTube ライブやツイキャスでも配信されておりますので、 FM ギノアンのホームページをチェックしてみてください。また FM ギノアン、あ、失礼しました。またメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginoan.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いします。それでは後半お届けしていきたいと思います。今日はですね、まあ落ちる思考癖って題して、認知の歪みを紹介しています。まあ、認知の歪みっていうのは前半、お伝えしたんですが、簡単に言うと、あの人が、持ってるね、錯覚とか偏見とか、ついつい陥ってしまう考え方の落とし穴みたいなのがあるんですね。でそれを知らないと本当にね、なんかネガティブな感情が生まれた時にもうそれに溺れちゃうんですよね。でも、あ、錯覚なんだとか、こういう知識として心の動き方を知っていると、
あ、錯覚なんだとか、あ、自分の今の考え方ちょっと変だったな、あの認知の歪みの善か無か白黒思考みたいに、私の考え方今極端だったかしらみたいな感じで、あの本当に、ね、自分をスイッチできるんですよ。だから自分が何を考えてるかに気づくことができるので、こういう知識はマジで大事だと思います。こういう知識っていうのかな、人と人とのつながり、コミュニケーションにおいても、まあなんて言いますかね、コミュニケーションって難しいですよね。あの僕はすっげー難しいと思ってるんだけど、あのなんて言うかな、人とうまく仲良くなれたとかなれなかったとか、あの人苦手だな、近づきたいけど苦手な人だなとか、いろんなこと考える中で、あのなんていうかな、あの一喜一憂っていうかな、あのちょっとうまくいって喜んだり、あの嫌われてるのかなって言って勝手に勘違いしてへこんだり、まあ、そういったね、あのコミュニケーションでそのストレスも溜まりづらくなりますからね、あのそういった意味でもいいのかなと思いますね。さてということで、ちょっと待ってくださいよ。今41分、あ、何分までですかね。あ、56分、いつも通り。了解です。じゃあ紹介していきます。続いてね、フィルタリングと言いますね。あの認知の歪み、フィルタリングというものがあります。これはね、ちょっとね、これまあ、あのそのまま説明するとね、まあいいこと、ポジティブな情報、ポジティブなものの見方をシャットアウトしてね、なんか悪いことばっかりが見えてしまうっていう現象ですね。当然ね、僕たち人生ではいいことも悪いこともいっぱい起きますね。で、あのいいも悪いもその場の判断ではできないことも多いというか、全般そうなんですけど、あの苦しいなって思ってることが10年後振り返ったら、あの時苦労して本当良かったなって思うこともしょっちゅうあるわけですよね。なので人生っていうのは、いいことも悪いこともね、まあ折り重なってね、あの背中合わせで起きてるんですけれども、でもこういうね、認知の歪み、フィルタリングというねものを持ってると、実際にはその時いいなと、幸せになれるようなことが起きてても気がつかずですね、あのなんていうの、悪いことしか見えない、そういうね、あのちょっとね、あのネガティブに落ちてる時にやりやすい、考え方かなと思いますね。例えばね、友達と旅行に行ったと。そしたらね、いいことたくさんありますよね、楽しいこと。だって旅行ってさ、あの普段経験できないことをいっぱい経験できるはずですよね。でまた好奇心もいっぱい満たされたりもするはずですね。楽しいこと、思い出もいっぱいできるはず。まあ、ところがね、まあそうだな、ホテルに行って、このホテルめっちゃ楽しみにしてたと。でもそのね、たまたま忙しかったからか、このホテル の対応がなんかもう冷たくて事務的で、あのすごく雑に扱われたような気分になったなとしますよね。そしたらね、旅行中にあったいろいろいいこといっぱいあったけど、ホテルですごい雑に扱われたとか、そういうまあ嫌な思い出一つで、このポジティブなあの出来事が全部消えて、あの旅は最悪だったわとか言うわけですよね。まあこれ極端かもしれないけど、でもそういう人本当いますよね。でそういう考え方に陥りがちだなって自分で思う人もいるかもしれないですね。こうやってね、やっぱり人ってなんていうかな、ストレスと言いますかね、こういうネガティブな出来事ってものすごく
重く受け止めちゃうし、すごく目立って見えるんですよ。だから何か楽しいこともいっぱいあったはずなのに、まあ一つの嫌なこと、嫌な思い出で、その時の思い出が全部嫌な風に思えるということですね。これはね、マジ悲しいと思うね。こういう考え方はちょっと、まあいい悪いじゃないとは言っても、ちょっとこれはね、本当に楽しくない楽しく生きれて ないって感じになっちゃうから、ちょっとこれ、こういう考え方を持ってると、ストレス溜まる、ストレス溜まりがちです。だと思う。なのでね、これこういうのもね、錯覚だから、本当は錯覚を錯覚って知っておけばね、切り替えることできるのでね。あの時ホテルはちょっと雑だったけどめっちゃ楽しかったねって言って、なんかね、いい気持ちにね、物事を捉え直すっていうこともできますよね。あとはね、そうだな、まあこの前に紹介したなんか完璧主義みたいなのとちょっと似てるかなと思うんですよね。何かの物事でちょっと一つケチがついたら全部ダメだったみたいな、考え方になっちゃう。それも行き過ぎた完璧主義みたいな感じでね、なんかね、こういう認知の歪みってね、本当はめっちゃいっぱいあるらしいんですよ。数百種類とかね、あるらしいんですね、こういう心理的な錯覚って。まあでも今代表的なものを紹介していってるんですけど、なんかね、この名前が付けられたこの心理的な錯覚ですね、いくつかあるんだけど、これとこれなんか場合によっては同じこと言ってるよなとか、そういうこともありますね。まあ共通点としてはね、こういう心理的な錯覚はですね、なんか、だいたいね、ほっといてそれがエスカレートしてしまうと、鬱っぽくなったり精神疾患の原因になったりするっていうのはね、一応もうこれは、臨床的に認められてるらしいですね。まあ、そらそうだろうなと思いますけどね。あとはね、そうだな、新入社員が入ってきたとしますね、フレッシュマンが。そしたらね、このなんかね、フィルタリングというこの錯覚ですね、認知の歪みを持っていると、まあ、つまり悪いところしか見えないっていうフィルターがかかってるわけですよ。そしたら後日その新しい社員を評価するときに、あいつここがダメだったよなとか、悪いところしか挙げられなくなるっていう人いますね。これはまずいこれはまずいですよ。物事は正しくね、正しくっていうか、できるだけ多面的に判断しないと物事って見えてこないですよね。まあ、でもね、ちょっとこういうフィルタリングで悪いものばっかり見えちゃうっていうフィルターがかかってるとね、あいつのここがダメだよなとか、そういうことしか出てこなくなる。なんかね、いいところが見つけられなくなっていきますね。まあ、だから今新入社員のなんかね、人事的な評価を例に出しましたけど、これ家族とかさ、恋人とかさ、友達とか、人間関係っていっぱいあるわけですから、その自分が持ってる感性としてね、なんか悪いところばっかり目につくなっていうフィルターが自分にかかってたらね、周り悪い人だらけになっちゃうからね。だからまあこうやって自分はちょっと悪いところばっかり見てるなとか、まあそういう気づきがね、できれば自分の考え方をスイッチして、あ、じゃあちょっと
いいところどこかしらって言ってね、あのこうやって探すことができるはずですね。まあ、なのであのこういうあの自分の思考の癖であったりね、あのその心理学で言われる今日紹介してるあの認知の歪み、あの心理的な落とし穴、心理的な思い込み、あとはなんて表現したらいいかな、まああの錯覚、落とし穴、バイアスって言われたりね、まあ、いろいろ言われたりするんですけど、あのこれあのちょっと悪い意味でね、あの人間のなんか心理的な癖なんですね、悪い癖ですね、心のそういったのがあるので、あのこれを放っておくとね、漏れなく悪い人生を送ることができると思いますね。あの最後に紹介したやつでさ、あのネガティブなことばっかり見えるっていうフィルターがあるとさ、もう本当周りが悪いことだらけになっちゃうから、あのまあ本当はいい悪いっていう話ではないんだけど、その人の特性の一つって捉えて、まあ、必要な時にあの自分の考え方をスイッチして、こういう時はちょっとあのポジティブな目線を持とうかなとか、そういう感じであの自分の考え方ってあのカチッと場合によって、あのその状況によってカチッと変えることってできるんですよ。だからそういったのをそういった風に役立てて、あの日々元気に健やかに過ごしてほしいなって思いますかね。はい、ということで、今日もいろいろお伝えしましたが、ちょっと早いけど、はい、ということでね、今日はね、いろいろ認知の歪みについてね、話しました。こういうことを分かってるとね、知らず知らずのうちに心が落ち込んだりね、知らず知らずのうちに嫌わなくてもいい人を嫌ったりさ、そういうね、なんか生きづらさとか息苦しさがちょっとずつね、自分の力で消せるんだよ。まあ、なのでこういったことを学ぶのってすごくおすすめですね。はい、ということでエンディングのお時間です。本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。今日はアシスタントの渚さんお休みでしたね。ミキサーはマナティさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。パーソナリティはトーマでした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。じゃあ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。